たりでにゃんこにアップデが来たぞ。ちなみにアップデとはアップルデビルのこと。アップデートだよ。今回のアップデで腐った脂身が追加。デブーね、腐った肉じゃないんだから。これを2人でクリアしていくぞ。メンバーをどうするかだな。ムート猫とオニニャンマはいいとして、あとは腐ったやつ対策だ。どのキャラがいいかな。全然レベル上げてないじゃん。2人でニャンコはそんなにゾンビステージないからレベル全然上げてなかったんだね。じゃあレベル上がってるやつから選ぶか。じゃあサルカニ野郎を連れてくぞ。先生はポセイドンに、あとはネコリーゼント、スマホ版の時に寿司猫連れてってなかったっけ。このメンバーだったら余裕のよっちゃん89歳。よっちゃん年寄り。まずはお金を貯めておこう。先生は相手の信仰を遅らしておくよ。そうだね、先生は僕のために犠牲になったよ。犠牲って言い方やめてよ。もう出てきたの、出てくんの早すぎだから。ネコリーゼントも出しちゃって進むの遅らせとくよ。そんな弱気じゃ勝てないよ。こっちはオニニャンマも出して強気でいっちゃうぞ。取り巻きが出てくる前にオニニャンマの一撃で決める。デブー、そんなに弱くはないから。腐った泡にも出てきちゃったけども、そんなの無視して腐った脂身に突撃だ。決めてやれオニニャンマ、怒りの一撃。攻撃できなかったよ。しかも動き遅くされたから、また攻撃するまでが大変だ。勘弁、大弁、関西弁とやった。さらには取り巻きもどんどん出てきちゃったね。こんだけ出てこられたら攻撃できないじゃん。もう仕方ない、今回は諦めるか。諦めんなよ、まだ始まったばっかりだからさ。じゃあ急いで取り巻きたちを倒してこう。ポセイドンも出しといたよ。これで早めに取り巻き倒せんじゃないの。ポセイドンは取り巻き倒すためじゃなくて動きを止めるために出してよ。ああ、そっちの方が良かったか。そうなんだから頭すりむけちゃうんだよ。頭すれてむけたわけじゃないよ、これただただハゲただけだから。ムート猫でゴリ押しだ。ワニ邪魔だったか。邪魔されたせいで攻撃微妙かよ。だけど何発かは当ててるよ。このまま一気に倒せないか。あーダメだ。こんな感じでホネホネとダメージ与えていくしかないか。ホネホネじゃなくてコツコツとね。オニヤンマが毎回一撃でも決めて時間かけながら勝つしかないね。もっとゾンビ対策キャラがいっぱいいれば早く終わってるかな。それはもちろん1秒以内に決まってんじゃない。そんな早くは終わらんでしょ。腐ったゴリラまで出てきちゃったか。こいつはちょっと邪魔くさいな。だけどこんなやつ無視しちゃってオニヤンマいったれ、一撃決めたれ。いいよ、これを繰り返していけばいいだけだからね。3発もダメージ与えちゃった。このペースでいけたらそのうちコツだね。3発と言わずにもっともっと攻撃したらいい。いい感じだよ、いい感じ。だけど全然効いてる気がしないな。体力相当すごそうだね。噂ではビッグマック5つ分の体力って言われてるからね。何それ、全然すごそうじゃないんだけど。もういいやんま、おかわりだ。この取り巻きいない時がチャンス、チャンス取り越して、チャンス、チャンス、チャンス。チャンスってなんだよ。ここでできるだけダメージを。天使野郎たち近づいてきてるから、なんとか一回後ろに尻持ち。この調子で行っちゃうぞ、やったら鬼にゃんま。だけど壁がないからやられちゃったね。なんだよ、体力がハーデスぐらいやったらいいのにさ。そんなのチートすぎるから。取り巻きちょっと多すぎだな。っていうか天使対策しなきゃいけなかったんじゃないの。なんでリーゼント連れてきてんだよ。記憶違いみたいだったみたい。この量の取り巻きは鬼にゃんま言ってるわけじゃん、厳すぎる。かなり押されてきちゃったね。カバ野郎さえどうにかなれば牛丼天丼ポセイドンで動きを止めて、あとはムート猫でペチ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 。急いでカバ野郎を倒すんだ。オニヤンマ、このままだと総攻撃されて負けちゃいそうだもんね。カバ残り1だったらポセイドンいけないかな。動きを止めろ。あれ何やってんだよ先生、大失敗してるじゃないか。仕方ないからムート猫も出して全員で押し返していこう。
ゴリ押しゴリ押しゴリラ押し出し、あー攻撃ちょっと待って、あーみんな一気にやられちゃった、ポセイドなんて動きを止めずにやられてちゃってるよ、ちょっとちょっと気使っちゃったね、このままだったら負けちゃうよ、あー負けちゃった、こんなの勝てない、あじゅっぺじゅっぱ、完全に先生がキャラ選びミスったからだな、全部先生のせいにしないでよ、ラーメン野郎なら天使を押し返せんじゃないのかね、これでリベンジオレンジマジマンジ、次は勝てるといいね、何言ってんの、次は勝てるって、いやもう勝ちました、まだどうなるかわかんないでしょ、今回はしっかりと鬼にゃまとむと猫でダメージ与えてくぞ、先生は下手くそだったから今回はうまく動きを止めてよ、確かにさっきはダメダメだった、動きさえ止めれたらもっとなんとかなるはずだ、じゃあ先生は頑張るしかないね、当たり前だなブラックマン、先生はニャンコ大戦争と残業をただで頑張ってください、そんなのもう奴隷じゃないか、鬼ニャンマできるだけダメージ与えちゃってちょうだい、って時にワニが邪魔くさいな、これで腐ったアブラムの攻撃食らっちゃう、頼むからたまには攻撃かわしたりしてくれよ、そんなことできたら運ゲー要素が強すぎる、鬼ニャンマ動き遅くなっちゃったか、遅くなってる間にもう一発攻撃来るから人生終わり、取り巻きもいて何もできてない状態だね、もうこうなったらとりあえずは取り巻きを倒すことだけ考えていこう、ラーメン野郎がいるから今回天使にはそこまで押されないんじゃないのかな、壁は完璧な状態だね、鬼ニャンマあとは頼んだよ、この鬼ニャンマは取り巻き倒して終わりかな、おしまいししまいハゲの前よいしょ、ハゲの前ってなんだよ、鬼ニャンマがまた動き遅くなっちゃったよ、こいつはただ取り巻き倒すためだけの犠牲になってもらおう、こっちのおかわりニャンマに頑張ってもらおう、さらには先生もポセイドン出してくよ、動きさえ止めればガンガン攻撃できるんじゃないかな、さらにはムート猫でガンガン攻撃だ、みんなでゴロシゴロシゴリラ押し出し、一気にやられる、厳しい、やっぱり骨骨やってくしかないのか、だからコツコツなんだって、大変だけど鬼ニャンマは一人一撃だけは決めてもらおう、これは何人出せば終わりになるんだろうな、長い道のり、美味しい青のり、絶対ダメだよ、自転車二人乗り、ギャグ言ってる場合じゃないから、まあさっきよりは押されてないからなんとかなるかもしれないよ、だけどこっから相手の取り巻きもどんどん強くなるからね、まずは腐ったゴリラね、鬼ニャンマならあっさり倒してくれるでしょう、というわけで今回の鬼ニャンマもただただ取り巻きを倒すための犠牲野郎だね、さっきから犠牲ばっかりだな、先生がもっとうまく動きを止めてくれたらな、なかなか難しいんだよね、おかわり鬼ニャンマがいいタイミングで来れたぞ、あとはガンガン攻撃するだけだ、まずは1発2発は飛んでちゃった、いいタイミングだったのに結局一発で終わりかよ、なかなかうまくいかないね、天使の大群やってきた、はい蹴散らしていきましょう、ラーメン野郎がいるからそう簡単には押されないね、本当だね、さっきより全然押されてないね、どんなにボコボコにやられようが押されなければ負けはないからね、全然ゾンビ対策はできてないから持久戦で頑張るしかないか、だけどじわじわ押されちゃってるわ、持久戦無理かもしれない、鬼ニャンマとっとと取り巻き倒しちゃってよ、でも取り巻きに苦戦してる間にやられちゃいそうな雰囲気だな、取り巻き倒すためのおかわりか、犠牲ばかりだな、どんどん押されちゃって本当やばくなってきたよ、っていうか先生さ壁連れてきすぎじゃない、何やってんの、確かに4体も壁連れてきちゃった、ここにガオとかでもいてくれたらもう勝てたんじゃないの、確かに先生やるかしちゃった、というわけで先生のせいで負けちゃいました、ありがとうございます、まだ負けとは決まってないでしょ、そうだけど手こずってる間にもうゾンビの取り巻きたち来ちゃったよ、取り巻き倒すだけでもう精一杯状態、このまま結局押されて負けちゃ
ゃうのか。どうにかそれは防ぎたい。だから状況を変えるためにも、もうポセイドン出していくよ。今取り巻きが鎖掛け野郎たちだし、ポセイドンはいいかもしれないね。頑張れポセイドン。ゾンビキラーで脂肪の塊倒してくれた。これはでかいんじゃないのかな。このまま動き止めちゃってよ。なんか全然止めてくんないんだけど、本当に攻撃してる？取り巻き攻撃して攻撃届いてないのかもしれないね。そんなんじゃ困るんだけど。さあムートネコも出してるし、今で動きを止めるなら、動きを止めるって時に後ろに吹っ飛んでちゃったな。そしてやられてちゃったな。なんかうまくいかないな。結局鬼ニャンマがこっちだよ。そして取り巻き倒すだけの日々。これじゃまだまだ時間かかりそう。こっからまだまだ時間かかってもいいように、一旦トイレ行っとくから先生一人で頑張っといて。先生こんな壁だけじゃやられちゃうよ。トイレ行かずに頑張って。そう言われたってまだまだ時間かかるでしょ。取り巻きまずは倒さなきゃいけないもんね。カバー2体ちゃっちゃっちょっと倒しちゃおうよ。ここでラーメンの皆さんも頑張ってくれ。だけどラーメン堂は天使に打たれ強いだけだからね。そこは熱々のラーメンぶっかけたらいいじゃないか。そんなことをしたりはしないから。だけどそれぐらいやってくんなきゃこのままじゃ負けちゃうぞ。だけどポセイドンも出せるようになってるし、これはここからいけるかもしれないよ。動き止めちゃう。おお奇跡起きた。あっさり倒してくれた。あと投稿してクリア。楽勝のシュッシュのシュー。全然楽勝ではなかったけどね。この調子でいろんなステージクリアしちゃうぞ。バイバイバイポンポロピー。チャンネル登録よろしくお願いします。